ゴム状態とは個体がゴム弾性を持っている状態である。物理学的には男性限界が高く弾性率が低い状態と言える。粘弾性を持ち一定の範囲において外力を与えると変形するが高い内部応力によって形状を復元される状態を指す。この状態では広い応力範囲でフックの法則に従う。ミクロ的には 多数の加強点の間が柔軟な紐状の分子で結合された網目構造の場合にある温度範囲でゴム状態となる。ゴム状態となる物質には天然ゴムや合成ゴムなどの網目状高分子、プラスチックなどの砂状の合成高分子、硫黄などがある。ゴム断生体は次のような特徴を持つ。ゴム状態となる網目構造は長い砂状高分子が加強したものだが、 過強点には、左上高分子同士が共有結合した化学過強と、それ以外の物理過強がある。物理過強には、分子差の絡み合いによる過強と、分子差の一部の結晶化などにより生成した微小な個体以上による過強がある。共有結合で過強したゴムは、化学変化しない限りはどんな高温でも流動化しない。だが、絡み合い過強によるゴムは、 温度が上がると過強点で分子差が滑るようになり流動性が出る。結晶化による過強点は結晶の有点以上になれば消失する。イオン結合や水素結合による過強も温度が上がれば固定されずに流動化する。ゴム材料の特性改善のために微小な固体材料を混合することがあり、この固体材料をフィラーと呼ぶ。多数の分子差が フィラーに結合して一種の加強点となることで、ゴムの特性に影響することが多い。ガラス点 E 点 TG と u 点 t m の間で、ゴム状態となる物質の断成率 E の温度、変化分子差の絡み合いによる加強からなるゴムは、高温から低温になるに従い、液体ゴム状態ガラス状態という変化をする。高温では、加強点で分子差が滑るようになり、 通常の低分子液体と同様に分子同士の位置が自由に変化でき流動性がある。だが、絡み合い過強点では、左上分子の長軸に対して横方向への運動が妨げられ、長軸に沿った運動のみが許されるために低分子液体とは異なる挙動も示す。低温側のガラス点移転以下では、左上部分の運動も非常に遅くなり、すべての部分がその位置で、 熱振動を行うだけのガラス状態となる。ゴム状態の個体を、下境点の間の作業分子ユニットと神話性のある、溶媒と接触させると、溶媒を吸収して体積が増す膨潤現象を起こす。溶媒を含んだゴム状態は、ゲル状態の一つである。ゴム断性を説明するための理論として、以下のものなどがある。長倉三郎、他編、岩波理化学辞典、岩波書店 1998年2月、物理学辞典、改訂版売風館、1992年5月、日本ゴム協会編、ゴム技術入門丸前、2004年、26から33ページ、ISBN4 から621073931、ボルツマン、L、パグ、アン、フィシック、7、624フェリー、JD、 ビスコーイラスティックプロパティーズオブポリマーズサードエド P17 日本ゴム境界編ゴム工業ビンラン1993年52ページクーン W コロイド Z68276258 グート E マーク H メガヘルツケム6593フローリー PJ プリンシプルズオブポリマーケミストリー 日本ゴム協会編、ゴム工業瓶欄、1993年、14ページ。ムーニー、M、J、オペル、サイズ、11、582リボリン、RS、J、オペル、サイズ、18、444リボリン、RS、レオロジー、エド、バイアイリック、1、チャップ、10、日本ゴム協会編、ゴム工業瓶欄、1993年、 11ページ。トレロア、LRG、トランス、ファラデイソーク、42、77ハットトレロア、LRG、ダイフィシックデアホチポロマリン、エド、バイスチュアート、HA、P305、村上健吉、レオロジー基礎論産業図書、1991年、40ページ。ありがとうございます。